チャンネル。どうもこんにちは、走れ大井チャンネルです。じゃなくて走れ大井チャンネルの代役のゴリラスポーツ。ですね、今日はなんか大井さんが睡眠不足とか言い出したので、まあ、僕が代わりに撮るという次第になったわけですよね。で、皆さんね、走れ大井チャンネルさんの方に外野手の守備の方法を、上達方法というんですかね、それを教えてほしいということが、まあ、大井さんから教えていただいたので、まあ、僕は今日、まあ、下手なりに僕が段階を踏んで上達していった、方法を皆さんに教えたいと思います。あくまでもこれは個人的な方法なので、あくまでも真に受けない、真似するところは真似して、で、ここは違うよという時のところはコメント欄でしっかり教えていただければ僕も嬉しいです。それではやっていきましょう。まず今日はゴロの捕球の仕方と、あと送球の仕方をやっていくわけなんですけども、まずゴロの捕球というのは、まあ、内野手だったらこうとか、まあ、右足を前に出し こうだったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、僕の外野手のやっぱり基本というのは、やっぱりボールを取ってから素早く投げる。これは当たり前ですよね。ボールを取ってからこう縦のこのラインで送球をするというのが、外野手にとって最短でボールを投げることもできるし、まあ、一番大事なことだと僕は思うんですよ。だからまずいろんな取り方をする人がいると思うんですけど、まあ、こっちだったり、まあ、こうだったり、いろんな取り方をすると思うんですけど、僕はここ右足の横、体の近いところで取って、そのまま持ってきます。で、そのままこっち行きましょうか。やっぱり外野のところ、ここ体の近くの右足のこれ取ります。で、取ります。で、一旦これ持ってくるんですよ。1、まあ、一回やってみますよ。1、2、3なんですよね。そう、まずここに持ってきます。呼吸で近くに持ってきて、こういうジャンプ、こういうステップを踏んで、これで体をこう左足を正面に割るんですよ。やっぱりバッティングでもピッチングでも割りという動作が大事なので、外野の守備でも割りを作ります。まず割りを作って、こうですね、こう割りを作ってこの正面に投げると、これが僕の一つのポイントです。1、2、3、4、そうです、これが大事です。いきますよ。1、2、3、4ですね。これが僕のポイントです。こういうここの動き、無駄な動きをなくしていくというスタイルです。はい、皆さんどうだったでしょうか。これを真似してね、真似してというか、まあ、僕はこれで上達していったんで、無駄な動きはなくして、いかに早く送球するか、まあ、いかに正確な送球するかによって外野は、まあ、変わってくるんで、まあ、それを大事にしていってほしいと思います。そこでね、ボールを投げて、でランナーがさせるかどうかという、まあ、大事なね、ことになってくるんで、まあ、そこを意識して頑張ってください。まずね、一つポイントを挙げるなら、割った時を左足をまっすぐ向けることです。それでは頑張ってください。走れ大井チャンネルでした。